新潟県小千谷市新人町若土地若土地は、新潟県小千谷市新人町に位置する集落である。1806年の小絵図では、若土地とご表記されていた。小千谷市の中心街から車で、約15分ほどの場所にあり、標高は、約200メートル。1970年4月末時点では、78世帯、人口371人であったが、過疎化が進んだ現在では、 29世帯、人口80人となっている。若土地集落の棚田の様子若土地集落の棚田の様子を地し新人村の下山地の中心集落で、南側には新人沢川が流れている。川と並行して対岸に山脈の両線が走り、急斜面や断崖が形成されているため、市村の形成には困難な地形となっている。県道を北山方面に向かう。 道の途中の崖に、真人無地な伝説で有名な洞窟、無地なの穴がある。また、豪雪地帯としても知られていて当期は、積雪量が3メートルを越し、国土交通省が指定する特別豪雪地帯の指定区域に入っている。1986年には、集落内から木造平屋構造のコミュニティセンターの合理的、施設運営の推進と豪雪対策のため、 温水循環式装置の融雪屋根に改良され、設置された。増築工費は2900万円。1987年2月には、市議会の国設対策特別委員会も若土地を訪問したが、この年の冬季は断冬小雪であったため、効果測定のデータが集まらなかった。小千谷市内でもトップクラスの豪雪地域とも認知されていることから、2012年には、 当時豪雪対策本部長を務めていた谷垣総裁等が豪雪状況を視察に来ている。昭和寺課上院許可刑事区室町時代以前の資料は残っておらず、書室は1598年。同年5月10日に円満寺にせい、森岩文江によって若土地昭和寺が創建された。昭和寺では、 正治七世横山崎修が1723年4月20日に小国城過剰城,城で過剰を隠居し、これに関する伝説が新人町の伝説として現代まで残っている。若土地十二社神社1786年に藍津藩の遺志を務めた田中宗洋が誕生。父の又四郎が官方医だった環境もあり、20歳頃から京都の官方医術。 真術の一派宗家吉内赤に入門して修行。医師免許を取り基損した宗洋は、癒す法院様、田中宗洋という関節のもとに開業。しかし、村内に留まらず、広く、金号にも知られ、天意として、合図上に招かれる。しかし、ある時同僚に妬まれ、毒を盛られたが、直ちにそれに気づき吐き出したため大事に至らなかった。しかし、以来健康を賠いし、 勤めも、ままならなくなったため、やむなく、既存した。それを知った主君の松平彦守は不憫に思い、既存した創業こ小時笛門と吉毛に、金さ作の愛口一ぶりを送り届けた。既存後は、新職や、手習い師匠をしたり、三冠の荒地や里地の品野川添いの新開発を、するなどの活動も手がけたが、1855年8月24日に70歳で、死去した。 1756年、前年の強作により、各地で飢饉が起こりま人村においても例外なく、飢饉に襲われた。そこで、同年2月29日、若土地の田中兵衛は、飢饉の惨状を防ぐため、父の13回帰、母の17回帰を迎えていたので、その供養という理由で、黒米17票をお救い前いとして、新人村に差し出した。1841年8月、 無事なの被害に悩まされた村民が、若土地のスケーモン、小兵衛、千衛門と共に元人となり、大官所に退治依頼。おじや陣屋の大官、長井孫太郎が指揮を取り同年10月29日に退治を開始した。10日間と延べ446の人員を要し、70匹を退治し戦果を挙げた。若土地の妙義山の上社戦後から徐々にインフラが整っていくが、 中山間地帯の僻地ということもあり、市外に比べると普及が遅かった。まず、1957年に、地元民から、長野郵政局と、電電本省に電話仮設の陳情が出されていた、ことから、1957年度の無電話部落解消、5カ年計画の部落調査所の中から、若土地小学校が選ばれ、委託公衆電話が設置された。水道は、 1962年に地元民有市で若土地間移水道組合が設立され、湯水を飲料水として利用していたが、滑水期に水不足になることがあり、その際はタンク車の緊急給水などを受けていた。そういった問題から2009年から不設工事が始まり、翌年の2010年に上水道が完備されるようになった。路線バスに関しては、 1987年に県道おじや大沢線の数バスが延長され、若土地集落内でもバスが利用可能になった。2004年10月にはおじや市野沢から若土地線のバスが路線変更され、四津湖経由が上野山4丁目から打ち越し、吉谷保育園吉谷小学校高畑を通る路線となったが、2021年時点では、 朝ン以外予約制の乗り合いタクシーとなっている。豪雪地帯で中山間地帯ということもあり、土砂崩れやだれなども頻繁に発生している。1984年2月17日、大規模なだれが発生し、土木作業中員3名がだれの下敷きとなり1名が死亡、2名が負傷した。二千五年三月十四日には、県道寺や大沢線で土砂崩れ、 2012年4月26日にも、県道大子や大沢線で、土砂崩れが起き、土砂が県道を塞いだ。特に若土地小学校裏手の斜面で、土砂崩れが頻繁に発生し、1994年11月に土砂崩れ、2004年には7月の豪雨と10月の新潟中越沖地震により2度土砂が流れ込み、校舎とグラウンドに被害を及ぼした。 中越地震による土砂崩れの被害また、前述した新潟中越沖地震の際、被害は小学校だけにとどまらず、民間家屋などにも影響が及び、全世帯が損壊した灘が崩れるなどした。しかし、この経験が生かされ2011年に東日本大震災が発生した際は、被災者の受け入れを積極的に行った。その結果、若土地集落の農家民宿、 おっこの木が13人受け入れ、おじや市において1カ所で最も多く被災者を受け入れた事例となった。農業振興にも積極的で2010年に生産組合100屋を設立。2016年4月には当組合を解散し、マウント、ファーム我が土地が設立されると農業だけでなく地域おこし事業にも注力し、 地域おこし協力隊が2014から2019年の間で4名着任。地域おこしでは、マウント・ファーム我が土地より、先の2006年に設立された市民団体、我が土地未来会議が活発に活動。2010年に、かやぶ木造2階建ての古民家を改修し、農家民宿、おっこの木を運営するに至った。また、農家民宿、 おっこの木は2016年8月1日に国指定登録有形文化財に登録された。若土地小学校新人町参館地区では一番最初に開校され、一番最後に閉校した長い歴史を持つ小学校である。1874年に第12大区一小区に行った小学校の最寄り組合よりだし、第6中学区第1小学校若土地校として、 昭王寺を仮冠し、開校創立式を挙行した。創立当時は、修行年限が上級化、下級化通して8年であった。1909年、中尾沼郡新人村立若土地小学校に、改称され、義務年限6年となる。1940年には、校歌が制定され、篠沢集落出身の渡辺氏が歌詞を提供した。百二十九年には、 後期が制定され、1964年の創立90周年、記念式の際に新調、その時に交渉も合わせて制定された。1955年、新人村が小千谷市と合併した際、小千谷小学校私立若土地小学校と解消される。廃校となった若土地小学校の理科家庭化室1975年には、 学校給食の水事ができないほどの水不足に悩み、生徒たちは水筒を持参した。もともと、若土地小学校は夏になると小規模水道が原因で水不足に悩まされていた。また、同小学校は食育に力を入れていて、同校の児童は勤労学習と上層教育として地元民から土地を借り、全学年児童がサツマイモや落花生、 もち米などの農作物を工作していた。収穫の際は地元民を招き、収穫祭を開催したりもち米は特別養護老人ホーム、小栗殿の里に送った。これらの社会奉仕が評価され、1986年3月には社団法人、小さな親切運動本部より実行賞の表彰を受けた。他にも、 1988年県教育委員会の学校給食有料学校の表彰の際に準有料校として選ばれた。同校は市内でも早期に米飯給食を取り入れ、週5回の給食を米飯に切り替えておりその米も児童が定期的に自宅から持ち寄るなど、地産地消を進めていた。また、 上記にある児童の農作物の工作や指揮に合わせて、外で給食を食べる、オープン給食など多彩な活動が表彰された、理由であった。1994年以降、いくつかの災害による被害の記録が残っており、同年11月には、若土地小学校裏手の崖で、土砂崩れが発生し、下方の池に直撃した後に、同行グラウンドに土砂が流れ込んだ。 校舎に破損はなかったが、全自動が相対する事態となった。1995年は、豪雨のため、マフ決壊シリンジ急行校。2004年7月18日午前0時半には、豪雨災害により、校舎後ろ400メートル上に位置しているため池が、決壊。約3000トンの土砂が斜面をオリグラウンドを泥で埋めた。しかし、校舎に損壊はなかった。 2004年に発生した新潟県中越大地震の際は、グラウンド、校舎に被害を受けた。中越震災後の10月23日から11月7日までは避難所として利用された。中越地震の際は、地元民は、若土地小学校体育館に避難した2005年3月、過疎化により閉行。3月5日に閉行記念式典、お別れ会が催され、 約200名が参列した。また、前年11月には、児童数と同じ16本の桜の苗木が、グラウンドとコーに記念植樹された。そして、2005年4月小児屋市立吉谷小学校と、統合し、若土地小学校に通っていた児童の登下校は、路線バスを利用することになった。市の統合案と地元民の意見の相違並行の際、 もともと市教育委員会は小学校再編構想として、若土地小学校は岩沢小学校へ統合との案を提示していたが、地元民がすぐに反論し、若土地小学校統合対策委員会を結成し、統合先は吉谷小学校を地元意見としてまとめ、要望書を提出した。吉谷小学校への統合を希望した理由としては岩沢小学校より、 吉谷小学校の方が近いことと保護者の勤務先が市街地であることから、送迎の利便性が吉谷小学校の方が高いことに就学時が吉谷保育園に通っていること路線バスが若土地航空、吉谷航空を通っていることが挙げられた。特にに関しては、当時の6年生までは若土地壁地保育園に通っていたが、 5年生からは若土地平地保育園の閉園に伴い吉谷保育園に通っており、顔なじみの児童が多く当時行われていた吉谷小学校、若土地小学校合同で行われた、親前スキー大会でも仲が良い姿があったからである。我が土地春山散策我が土地春山散策の、様子毎年3月、若土地と旧小国町の境の山々の屋根伝いを、 約6時間歩き、春の自然を見る。もともとは、農兎を意を行っていたが、脳兎の数が減ったためレクリエーションも兼ねて、春山散策に切り替えられた。盆踊り毎年8月15日に、町内会主催で若栃地グラウンドで開催されている。昔は、境内でも踊られていた。日程は、近隣の集落の盆踊りと重複しないように、相談されて開催され。 8月から林の練習が始まり、盆踊りの準備は前日に行われる。集落内の作業所に組み立て式の矢倉が保管されてあり、町内会が組み立てる。大太鼓は若土地十二神社に保管されているものを、小太鼓は芸能保存会のものを使っている。若土地秋祭り若土地秋祭りの打ち上げ花火1999年から若土地十二神社祭礼に合わせ、 毎年8月末に開催。フリーマーケットや音楽会、民謡芸能などが催され、夜になると花火大会が行われる。我が土地収穫祭は我が土地収穫祭の様子に新潟県、中越地震で被害を受けた地域を元気づけるため、2005年から我が土地未来会議が主催している。豊作を祝う学劇、我が土地、大田学の披露、無地な上柱の妙義山の神社奉納。 農作物の販売、餅つき大会、フリーマーケットなどが催されている。無地の常駐の妙義山の神社奉納は、新潟名城が、真人無地なの穴に貯蔵、熟成させている焼酎の原酒を瓶に入れ、美濃などのわら細工を身にまとい妙義山の神社に、奉納される。2008年収穫祭では、学劇、大田学と呼ばれる田楽を、現代風にしたものが披露された。学劇、 大田学は、総合芸術家の母聖、野村万能城の作、演出。県内で、大田学を継承しようと活動している、市民グループの、新潟和おぎが小学生らと披露した。祭の神行事、祭の神行事、毎年1月に開催される。若土地神社に伝わる、石のご神体をもとに1994年から、制作を続けられている、祭の神行事で、参加者は、 子孫繁栄などを祈願する。稲藁で作った直径50センチメートル長さ3メートルのご賃貸と呼ばれる棒は男性の陰部を模している。それを小宝を願う新婚夫婦による添加が習わしである。同集落は陶器館で稼ぎに出る者が多かったため、消防団員を夫に持つ女性を中心に若土地婦人消防隊を1965年に結成されていた。 1973年に火災が発生した際は、自然圧消火栓を使って、累症を食い止めるという活躍をした。1981年おじや地域、少年婦人防災委員会が発足されたことを機に、婦人消防クラブに改名。毎年、救急講習会や消火器使用訓練などを行っている。1983年8月に開催された、県消防大会では、 小型ポンプ双方の模範技を披露。蒸気の活動が評価され、1985年には、秘書ホールで行われた第37回財団法人日本、消防協会表彰式に出席し、全国有料婦人消防隊に選ばれ、同協会期が授与された。1989年には、加地平吉保育園は、閉園した。閉園の背景としては、園児の減少により、 県からの補助金を受けられなかったことが挙げられる。県からの補助金は1日平均10名以下が2年続くと3年目に補助金を受けられなくなる仕組みで、当保育園の園児数は1995年は10名、補助金約330万円で、1996年度は同人数の10名、約350万円。1997年度は、 前年を下回る7名となり、補助金を受けられなかった。そのため、1998年度に通う予定だった5名は、吉谷保育園に通うことになった。また、送迎タクシーの代金は、市が全額補助をしていた。おっこの木、おっこの木は、江戸時代の1867年に建てられ、2010年に改修され、築150年を超えた。 かやぶき木造2階建ての作りをしており、東北地方や新潟県などの雪国で見られる、注文作りとなっているため、全注文と母屋が同じ建物にある。国土の歴史的景観に寄与しているものであるとして2016年8月1日に、国指定文化財に登録された。所在地は、新潟県小千谷市新人町12所、5218。現在は、農家民宿、木として、 宿泊施設となっている。剣道から見える、無事なの穴無事なの穴昔、若土地集落の南山に、たくさんの無事なが住んでいて、いたずらで村人を困らせていました。それに溜まりかねた村人たちは自分たちで退治することを、諦め、大観書に無事な退治を依頼。そして、大観書から、大勢の人がやってきて、退治を始めると、無事なたちは、南山の大穴の奥に逃げたので、 ひぶり出すために穴に煙を送り込んだ。しかし、送り続けても無事なたちは一向に出てこず、一時間ほど経った頃、佐渡島の木雲北山から煙が上がるのが見えた。無事なたちは穴を掘り佐渡島まで逃げてしまいました。伝説として残る新人無事な伝説であるが、実際に当時の古文書が残っていて、無事な退治は行われていたが、上記の伝説とは異なり、 10日間と延べ446人を、養子、戦家として70匹をあげたとある。現在は内部に柵が設置されていて立ち入り禁止となっている。昔、若土地の小王寺に、美男の小僧がおり一人の娘と恋に落ちた。しかし、僧侶と娘の関係は許されないものであったため、小僧は和尚を殺して、恋人と寺を手に入れることに。そしてある晩、 和尚が眠っている寝室に忍び込み頭に釘を打ち込み殺しました。しかし、翌朝本堂から何もなかったかのように和尚の度胸の声が聞こえ、本堂を覗くと和尚が座っており、和尚の先にあった本尊様の頭に釘が打ち込まれていて、そこから血が流れていました。本尊様が和尚の身代わりとなっていました。それから間もなくして、小僧は近くの谷底で死に、 娘は遠い町で教助となって彷徨ったそうです。昔の昭王寺住職が偉いお坊さんになった後、山奥で自分で木を組み火をつけ成仏。その時、たまたま通りがかったお坊さんが、向かい坂から若土地の方に目をやると、五色の雲が降りて、すぐに天に昇った。その際、過剰隠居が成仏されたそう。また、昔から過剰隠居が時折金を叩くという話もある。 マウント・ファーム・我が土地のは、坂家の様子2016年3組合、百姓屋を解散して、マウント・ファーム・我が土地を設立。若土地集落や近隣山集落の水田の作業を受け負い、地元で収穫した米や農作物の販売を通じ中産間地での所得工場の仕組みづくりや産業創出、地域ブランド確立を目的とすした約15ヘクタールの補助を管理している。 以前から、同集落は、我が土地未来会議でワークショップを開催したり、農家民宿、おっこの木の営業などの活動をしていたが、会社設立は目標の一つであった。農作物のみでなく、地元で収穫した山菜の漬物の生産加工、販売もしている。材料は、集落内で採れたものを使用しており、最終から、製造、パック詰めなどすべて地元民が手作業でしている。 ディスカバリー農産漁村の宝有料事例の授与式に参加する再混合代表2018年には同社が北陸農政局のディスカバリー農産漁村の宝有料事例に選定された12月11日選定賞授与式と意見交換会が石川県金沢市で開催され代表の細混合が出席したまた2019年からは 食品防衛企業を営む三新新型と手を組み中国の富裕層向けに販売を始めた。海外向けブランド名は雪解けした水を使い栽培することから雪岩くと命名。西木鯉の産地として海外からも有名である小千谷市に西木鯉を買いに来る中国人の富裕層をターゲットとしていて化粧箱に梱包し高級ブランドとして展開している。輸出先は 上海や香港などである。地元民による締め縄製作の様子締め縄工房、若土地は土地集落で締め縄製造を担い地域特産づくりを目的に活動している団体。である神社用の長さ2メートルの大型のものから地元産の松や梅もどき、豆柄などが飾り付けた和締めなど注文に応じて生産している。また、 製造体験の受け入れや週末に若者を加えるなどして伝統の技の継承にも力を入れている。近年では水糖品種の単形化が進み、締め縄の原料となる専用品種の調達が難しくなっている背景から地元の旧耕田で専用品種、ミトラズを栽培している。青狩りのため収穫時期は7月下旬から8月。 制作期間は11月中旬から始め、注文に応じて増産する。1981年に株式会社若土地世紀が株式会社日本世紀の下請け会社として設立される。同年12月1日に稼働開始。若土地を中心とした地区が結成した工場誘致委員会が同集落への工場誘致を日本世紀に希望していたが、 三観合設地帯のため就職希望者が少数であったため誘致に失敗した。同委員会がそのまま工場設立委員会に代わり、下請け会社の工場設立に至った。従業員は女性中心の20名ほどでスピードメーターの組み立て作業を行っていた。もともとは集落内の女性たちは、おじやしやとうか、長子の業者から出端を内職で行うことが、 伝統的であったが、1982年当時は、出端の業界の構造不況による受注低下や、水道生産調整などによる農業収入の落ち込みなどが懸念されていた。その背景から、上で述べた委員会が発足され、設立に至った。1988年、労働省出先機関の立ち入り調査で、廃棄口の設備と労働環境の整備を指摘されたため、 翌年の1989年県単独事業の農業等就労促進事業を導入し、改善を進めた。同指定事業は、施設建設費45%を県残りの65%を市が負担し、農村定住化を促進するためのもので、県単独事業としては、若土地が第2号となった。スタート時点は7から8名だったが、 1989年4月からは45名となった。旧工場は民家の一部を改良したものだったが、前述したように従業員が増えたことなどから手狭になっていたため、若土地正規新工場建設は願ってもない話だった。同年夏にはこれまでの活動が評価され、先般第一次の認定通知があったため、土地調査と設計書作成の段階に入った。 当初は、若土地集落の当時のコミュニティセンター付近の比較的広い土地を予定していたが、事前調査で基盤の土質が軟弱であったため、同集落内の別の土地を利用することとなった。冬には、若土地世紀振興場建設は完成し、12月16日には、春光宿賀会が開かれた。施設の規模は、鉄骨造りの2階建てで総事業費は5014万円となった。 中越地震により、農道が、地割れが起きる2004年10月23日の、新潟県中越大震災では、全45世帯が損壊、棚田が崩れるなどの被害を受けた。かつて、約70個人口300人ほどであったが、震災後は43個170人ほどに落ち込んだ。東日本大震災の際、小千谷市は、福島県南相馬市の被災者の受け入れを行った。 南相馬市は杉並区と友好都市であり、杉並区と防災協定などを通して友好関係にあった大子谷市では杉並区を通して南相馬市から支援の要請を受けた。南相馬市から188名の被災者が約1週間民泊による避難生活を送ることとなった。その際、地域単位で避難したいといった意見もあり、まとまった件数受け入れ可能であった。 若土地集落がこれの受け入れを行った。それにより、おじいや市内で、一箇所で最も多く被災者を受け入れた、事例は、若土地集落の農家民宿、おっこの木で受け入れた13人であった。一週間の民泊期間が終わり、総合体育館、採用半導体製造の量に被災者が移った後も、しばしば被災者が若土地集落で、お茶を飲んだり、農作業の手伝いをして、 交流を深めていった。その後も交流は続き、3月22日には、若土地集落センターで、東、おじや小学校の児童が、被災者の肩叩きや肩もみのボランティアを行った。このことは、心ほっこりいい話で掲載された。また、2011年月17日、NHK 総合テレビの番組、鶴瓶の家族に乾杯の収録で、おじや氏に、 小福亭鶴瓶に同行していた俳優の石田純一がおっこの木に来訪。おっこの木で被災者により振る舞われた、北樹飯に下鼓を打った。6月3日には福、東県相馬市の被災者で、小千谷市に避難している8人が民宿、おっこの木で1日限定の南相馬食堂をオープンし、震災直後に受け入れをしてくれた恩返しとして、北樹飯。 弁慶などの郷土料理系六品を地元民などに振る舞った。また、同月にに割れた大荒地作成にも南相馬市の被災者が参加した。奉納した大荒地震災から約1年が経とうとする2012年3月、前述した活動がおじいや市内でも認知されていき、作詞家の北野陽子と山崎まが若土地集落の活動に感銘を受けて、被災者の思いを歌った曲。 越後里とから新相馬を作詞作曲編曲はあだち歌を新保伊いに山崎氏が依頼した震災から約1年の2012年3月4日にはお披露目会を奥っこの木で開催したこれを受け未来会議が同曲の歌詞を奥っこの木に保存し南相馬市の被災者にも寄贈するため欅板2枚を磨き上げこれを歌詞版とした 2012年3月には、東、おじ谷や小学校の児童が、南相馬の小学生に届けたいという思いから、若土地で作った、米一票を、福浦小学校へ送った。これを受けて、我が土地未来会議も一票贈与した。2013年月22日、被災した南相馬市を支援する、チャリティークラシックコンサート、日本の女女情歌とオペラアリアが開催され、 ソプラノ歌手の渡辺の子、ピアニストの木戸俊介が出演し、おじいや市内外から約100人が集まった。そして、2014年3月13日から14日には、我が土地未来会議のメンバー14人が被災した、福島県南相馬市を慰問。震災直後に受け入れた、下志望介地区や浪江町などの被災者と再会し、1年前に開催したチャリティーコンサートの義援金。 約16万円や地元の米を届けた。また、震災直後に若土地集落で受け入れた家族のうちの一家族は未来会議メンバーの心を温まるもてなしから他人のためになりたいと若土地を離れた後仙台市でボランティア活動を始めるようになった。地元小学生の今作体験の様子若土地未来会議は市のノート協賛室から 旧若土地小学校の廃校利用が提案されたことをきっかけに2006年2月に発足した。男女25名で地震復興、地域おこしを目的に活動が始まり、伝統料理の伝承、若土地の歴史や地震の記録、フラワーロード作りなどの5つの班で構成されている。2006年8月の NPO100 万人のふるさと、回帰支援センターの仲介による、 早稲田大学生等の一泊二日、農業体験で民泊を受け入れたことをきっかけに、その後の民泊受け入れ世帯が増える。また、これをきっかけに、早稲田大学生が定期的に若土地集落を訪問するようになった。グリーンツーリズムなどの観光業に対して、積極的で2008年11月末から12月にかけて、グリーツーリズムの先進地4カ所、 大分県宇佐市安治部町松本集落、岩手県東農市、北海道新徳町と土幌町、福井県三国町を手分けして視察。翌年の2009年2月に報告会を実施し、グリーンツーリズムの第一人社の青木達史東洋大学教授を迎え、地域おこし団体の関係者80名が聴講した。また、中越大地震後に空き家となった。 古民家を民宿として活用するため購入、回収。購入費も含めて、改装には千数百万円がかかったが、約3、4は、復興基金の補助を得た。あとに、農家民宿、おっこの木を営業を開始する。他にも2008年に、長岡市放松集落と若土地集落を結ぶ山道、嫁入り街道を整備し、約60年ぶりに開通させた。 2011年には、母親戦争史跡の次元寺三門の二王像の大荒地を作成したりと活動は多岐にわたった。2014年には里山暮らしの価値や意義を考えることを目的とし、連続講座、我が土地学校を始めた。講師としては、立教大大学院教授内参説、東大名誉教授清水博士、日本総合研究所主席研究員、元谷光介。 民族研究家、結城とみ代などが務めた。ジャイカとの交流2008年1月には、独立行政法人国際協力機構の招きで、アルジェリア、インドネシア、パキスタン、スリランカ、トルコの政府関係者など11人とジャイカ職員3人が、震災復興を学ぶため我が土地未来会議と交流した。きっかけは、同校職員が、 中越大震災当時の2008年4月に、オジア市で、異問演奏会を行った際に収穫祭で艦隊を受けたことだった。宗教などにより、肉類アルコール類を口にできない職員がいることから、同年1月27日に、新潟大学に在学しているレバノンからの留学生を招き事前講習会を行った。2月23日には、 地元民が神戸市にあるジャイカの研修センターを訪れ再開、交流をした。2008から2013年間、計6回ジャイカ研修員などが若土地を訪問。訪問したのは前日した国に加えて、中国、ペルー、コロンビア、エジプト、フィリピン、メキシコで計70名以上になる。早稲田大学サークル、ワッツ、ファミリー未来会議が、東門祭に出展した。 当時の様子始まりは2006年ふるさと回帰支援センターの仲介で都市と農村の関係論を学ぶ早稲田大学の学生18人が一泊二日で農作業などを体験し8世帯が民泊を受け入れた時だったこの農業体験は NPO ふるさと回帰支援センター発行の情報誌100万人のふるさと秋号に掲載された翌年2007年の若土地明き祭りにも 総大生が訪れ、チビール早稲田を120本販売した。その後、農村体験を経て、東京に戻った後、池袋で若土地サークル、ワッツ、ファミリーの結成を決定。サークル名の由来は、早稲田若土地、立松和平さん、人の輪などのたくさんの輪から来ている。2007年10月20、21日に、わか土地未来会議が、 壮大の当門祭に参加し、模擬店を出店して、地元の農作物などを販売。参加は学生たちからの誘いであったが、出店の手続きの締め切りが過ぎていた。しかし、学生たちが手続きや手配や飾り付けなどの現地での準備をすべて進めたことで実現に至った。持参した農作物は完売することができなかったが、 おにぎりを作って売ったところ、大盛況で持参した米 90kg が売れ、同じく県賃汁も早々完売した。未来会議の女性メンバー5人は自分たちが食事をする間も惜しんで、おにぎりや県賃汁を作った努力が実り、参加者12名分の交通費は賄えるほどの売り上げとなった。また、未来会議メンバーが持参したいな出店の飾り付けとして利用したところ、 来場者の一人が結婚式の飾り付けに使いたいとの申し出があったため、無償でプレゼントしたところを喜びした。以降、三度我が土地未来会議は、当門祭に参加している。2008年3月22日、ワッツ、ファミリーと我が土地未来会議共同主催で旧、若土地小学校で、当たり前に身の回りにあるものを見つめ直したいをテーマに、映画上映会とライブイベント、 いぶきの祭りから、若土地小学校始業式を開催。映した、画上映会では、ドキュメンタリー映画、六ヶ所村ラプソティを上映。また、鎌中瞳監督や新潟市で活動するミュージシャンが登壇した。会場が廃校者であったため、内吐地さんで飲食の販売は、給食に使っていた容器などを利用。また、教室内に展示スペースを設け。 地元民の写真などの作品も展示された。来場者は200名以上。早い人は数日前から泊まり込みをしていた。この年から1年を通し、農作業や祭事に継続的に参加したことで、交流する機会が増える。同年5月10、11日は田植えを体験。ワ転がしなどの昔の方法に挑戦。この交流からは、長岡造形大学などの他校からの参加者も、 総大生の呼びかけにより参加するようになった。同年の若土地秋祭りでは、総大生がフリーマーケットで、チビールや効果が流れる線抜きなどの総大グッズを出品。また、メインイベントである打ち上げ花火では、学生が花火放納をした。5月に田植えをした田んぼの稲刈りと稲掛を9月28日に行い、ここで収穫された米は、東門祭で、 我が土地未来会議が出品し、売り上げは、ワッツ、ファミリーの活動資金に充てられた。2010年には、完成した、農家民宿、オッコののおっこの機能を披露会にワッツファミリー OB が参加した。また2012年、このサークル活動を通じてワッツ、ファミリーのメンバーが学生らを仲介した、NPO 団体の職員と結婚。結婚を祝う会がおっこの木で行われすでに大学を、 卒業しちりじりになっていた OB たちが若土地に集結した。以降、新潟大学や長岡造形大学、上越教育大学なども集落行事に参加することが増えるが、集落と大学生との交流の先駆けは、早稲田大学生であった。1986年に、新人北部振興協議会と新人北部道路委員会、若土地集落を含む、 近隣集落の町内会が協力し、当時市の沢までしか運行していなかった、越後交通の路線バスの区間延長を、関係者各位に陳情。小じ屋市内から県道小じ屋56号線沿いは、市野沢集落から順に、山にっ田若土地、セリヒサヤス北山と点在していた。1987年、県道小じ屋、市野沢市内の本町から市野沢までとされていた。 カスバスが約2 5トル延長され、若土地集落まで運行されるようになる。1日の朝昼夕の3往復で運行された。同年4月15日に若土地,地内のバス主発所で式典が行われ、その後新人北部コミュニティセンターで星野市長と,と地元民で祝賀会が開かれた。式典には地元民など約200名が集まった。 延長が実現した背景としては、国鉄市など発電所国工事での危険箇所解消、道路改良が進んだことや田中角栄元首相の尽力があった。2004年、地元からの吉谷町内の中を通る路線実現をとの強い要望があったことと、路線変更による支障がないことから、路線変更が行われた。もともと、小じや一野沢から若戸地線は、 4つ子経由であったが、上野山4丁目から打ち越し、吉谷保育園に吉谷小学校高畑を通る経由に変更された。2017年4月の市内バス路線の再編に、伴い、吉谷、若戸地地区と、市中心部を結ぶ1路線が3月末に廃止された。代わりに4月からは、乗り合いタクシーが導入された。ありがとうございます。